よろしくお願いします。お願いします。僕んち僕んちの台所です。いや、とうとう企画公開ですねちょっとあの、いいんですか公開して。いいんですか逆に。うわ、いいんですか公開して。キッチンスタジオみたいな素敵なキッチンですけど、いかに重視してないっていうのを言いたいの、それ言いたい。いやいやいや、台所に立ったことはないですよね。でもね、はい今日はこの自宅にカメラセッティングさせていただいて、うん、なんかやりたいことがあるっていう。今日ちょっとね、ちょっとね、ちょっと、考えてることがあるんですよ、はい、考えてることがある、うん、はい、ちょっと内緒進まねえっす。まだ言わない、まだ言わない、まだ言わない、うん、ゲストが来てるとか来てないとか。ゲストが来てくれて、うん、一緒に手伝ってくれる人を呼んでるの今日。弟分の新田純一くんと申します。はい、よろしく。どうもよろしくお願いします。新田くん、今日 YouTube なんだけど、はい、何やるの。いや、っていうか僕わかんないで、とりあえず来いって言えとマネージャーさんから連絡があって、来いって言われて、はい、とりあえず来てくれと何やるのって言われても俺わかんないですよそりゃそうだ。料理するの今日。な、吉田さんが、うん、エースさんできないでしょ。いや、わかんないですよ。もう実はすごい料理の達人かもしれないじゃないですかよく言うよ。いや、まあ一応とりあえず実はね、思うところがあるの。料理をして、はい、ある人に、旅 させたいというかさ、え、そのある人に旅ってもらいたい、もらいたいというか、うん、食べさせたい、食べさせたい。ほう、うん、それ何十年ぶりの料理を作って、お友達にとか、友達とか軽くない、軽くない、うん、そんな、そんな重たい場面に僕がなぜ登場するのか。重い人に食べさせ、させてあげて。本当ですか。実は、はい、46年お付き合いしてる、はい、達也さん。あ、知ってますよ、達也さん。たっちゃん、たっちゃんに、はい、私の手料理をね、ああ食べさせたいなと思うわけ。お礼だね。彼女がもう引退して、はい、何、引退して何で20年なの。それでもずっとエースを支えてるわけ、はい、この道にね、いて、ずっと支えてくれていて、うん、毎日朝起きるのも時間ですよって、もう46年、7年起こしてくれてる人なわけ。そうかそうか、すごいですね。この人に、うん、なんか食べ物を作って、なんか恩返しでね。恩返し。ああ、なるほど。喜ばせたい。なるほど、うん。じゃあ、何を作ってあげますか。肉好きなの、肉。肉か。肉好きだから、だからってステーキだったらほら、うん、もうね、そんなこうパッと焼けばいい、うん。焼けばいいわけいかないのか。いや、確かにいいんですけども、焼けばいいんですけど。いいんだけど。はい。だからそれじゃなくて、うん、そのちょっと肉をなんかこう、ちょっとこう、手間をかけたものだったら、ハンバーグ、ハンバーグ、うん、まあ、ハンバーグはみんな好きですからね。美味しいもんね。美味しいですよね、美味しいですね。昨日食べた、私昨日食べた、あ、じゃあこういうものを食べさせたらいいんじゃないかなと思ったんですね、昨日ね。思いついた、それはなかったけど、あ、それそうじゃない、あそこじゃない、うん、ちなみにあれですか、達也さんはこのこと知ってるんですか。知らない。今どちらにいるんですか。今、4階でジョーさん、カレー作ってますよ。カレー作ってます。あ、じゃ本当にサプライズ、ね、サプライズです。なるほど。買い物から行かないといけないですね。お、買い物行ってきていい、行ってくれる、はい、はい、早速買い物行きますよ。お願いします。お願いします。だって材料ないもんだって材料何もないもんね。大体何買うかはご指示されるますよね。全く知りませんのでまず肉でしょ。でしょうね、肉とか肉、ね、玉ねぎと、はい、蒸しでしょ、うん、もう何肉は何の肉、肉、うん、牛、牛、うん、
まあでも豚もちょっと入って、合いびきってやつですよね。合いびきっていうのね。はい、合いびき食ってください。豚と牛と一緒に入ってるのが合いびきです。はい。ヤシオさん、とりあえずね、うん、玉ねぎ。玉ねぎ。はい。はい。玉ねぎ切ったことはありますか？ない。ない。ないですか？玉ねぎ。じゃあ最初のとこ行きますね。OK。はい。大丈夫ですか？大丈夫？わーわー、これいくじゃないですか。おおおおお、ちょっとしろ、危なくない？危なくない、危ない。こういって、そうするとここ細かくなる。また入れなきゃなる。そうです。そしてまたしばらくして、こうやって細かくして、そうするとこう、みじん切りになりやすい。ほら、ほら、やめてやめて、危ない危ない。やばい。大丈夫ですよ。大丈夫です。私のやる子。まあ、とりあえず今この半分やったんで、うん、いいですか、うん、あとはバババババッと細かくいきますから、はい、ヤシオさんちょっとやってみましょう。細かくすんの？はい。これ怖いな、はい。危ないな。結構怖いな。気をつけていきましょう。うん、はい、結構怖いな。ヤシオさん、ヤシオさんうまいね。うまいじゃないですか。お、そうです、そうです、お、はい、お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 、流しに落ちちゃう、お、これまた、これ、結構これ、これ怖いよ。それ危ないですね、うん、気をつけて。結構これ、これ怖い、はい、はい、そうです。ヤシさん、うまい。はい、いいですよ。そうそうそう、ヤシさん、うまくね。うまいですね。涙が出て。逆にマウスシールドじゃなくて普通のシールドの方がいいのかもしれないですね。メガネが欲しい、ね、メガネが欲しい、はい、よいしょ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。こんな感じ、いい感じですよ、いい感じですよ。こんなにすんだ。はいはいはい、お上手、お上手、はい、ちょっと持ってきた。いいじゃないですか。玉ねぎ、玉ねぎ、みじん切り、ね、すごいでしょ。素晴らしい、素晴らしい。よし、ほら、どうなの。いいですね。じゃあ、どう、いいでしょ。パン粉、パン粉ですね。パン粉、うん、パン粉に、パン粉言うんだ、うん、パン粉に、パン粉にちょっと牛乳を浸して、はい、どれかな、パン粉入れるんだ、はい、なるほど。これをちょっとし、牛乳すんだけでいいな、牛乳。はい、牛乳は少しでいいんです。へぇー、はい、見てもらう、いいでしょ、これちゃんと気に使ってますね、これ。あー、クドモン、ね、朝の牛乳、うん、嬉しいね、きっとね。朝の牛乳たまたま売ってたんで、本当に、はい、うん、そういうとこ買ってるよ、ここ。こんだけでいいの？いいですか。ちょっとこれ浸しておくっていうのが、浸して、はい、そこれをちょっと置いてみますので。そうなんだ、はい、へぇー、浸しておくだけで残してないんだな。はい、大丈夫ですよ、それでも、はい、怖いよね、そんなそんな、今度怖いよね。どこで見てんだろうって。それはないと思いますよ。上手ですねって言ってるよ。
その調子ですよって言ってるのね。それも怖いですよね。じゃあそれうわーい。なんすか、初めてだうわーい。どうするのかな、こうかな。そうです、もうどうとにかくもう、うわーい、うわーい。ちょっとなんかすごい感触うわで先ほどの、はい、もうだいぶ冷えてきたんで、これも入れちゃいます。はい、入れちゃいます。Okay. はい、入れちゃいましょう。はい。これも手で混ぜる。はい、それで、okay. これでこっから手で。うわー。OK。はい、行きましょう。牛多めの素晴らしいです。タツさんの美的美的にこぶした。料理名は。料理名？はい。愛のハンバーグ。おお、いいですね。愛のハンバーグですか。愛情こもった。マーサイの。ね。タツヤさんへの愛のハンバーグ。46年のありがとう。今回もよろしく。嬉しいです。どう？どう？前もなんかこういうことやってもらったような気がする。そうね。今回も真剣に本当に作ったから。あら。最初からこの間作ったから。玉ねぎ刻むとこから全部。でも涙いっぱい流しながら。ね。すみません。作りましたから。はい。今後ともたっちゃん元気に長生きして一緒に守ってください。一生懸命頑張って守りますのでよろしくお願いしますね。はい。何も言えない年代ね、頑張ってるのね、台風でも来るんだもんね、台風でも来て起こしてくれるもんね、ありがとうね、うん、何も言えないね私さん嬉しい嬉しい、ね、なんで私ここにいるの変お礼だから、ね、そう達成のため今日朝から朝からみんなが頑張ってくれて、伊勢さんができないで一生懸命作ってます。ハンバーグもこねるけどね、美味しく食べて、達成さんに美味しく食べてもらおうっていう気持ちを込めてね、一生懸命作ってた、うん、そう、じゃあ、ね、いただきましょう。何もできませんけど、ね、じゃあ食べて、達成さん、はい、いただきます。八重さん作ったハンバーグ、はい、実食です。はい、食べてみてください。食べるの、うん、食べていただきます。食べるんですか、食べてます。一口でいいですか、はい、全部食べて、はい、食べどうぞ。食べて。この名前使ったことないし、
佐々木さんでもない。どう？こぼしたら大変。大丈夫大丈夫。でね、私好みしたから、ゆくゆきで。大丈夫です。よろしくね、ゆくゆきにしたから。どうかな？どうかな？うん？おいしい。おいしい？よかった。よかった。ありがとうございます。いただきます。どれ、ゆくゆくだからね。これもう、林さんがゆくゆくでなきゃダメだからね、とっちゃうね。ゆくゆくにね、試着しちゃったから。美味しいです。美味しい？柔らかくて。はい。だね。どれどれ。ずっとお肉いただいてて嬉しい。だからお肉だから、今日牛を多めにした。牛を多めにした。吉野さん、達也さんも肉好きなんですもんね。うん、おいしい。うん、美味しいですね。美味しいです。最高。もう帰っていいですか。せっかくですから。そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。すぐから帰ろうとしないで。たまに逃げたらしい。思い出よ、思い出話とかないでしょ。ばあさんがいたってしょうがないし。今日はばあさん主役だから。どんなことないでしょ。本当だよ。ばあさんのためだよ、これ。食べて。松江さん、ん、八代さんの YouTube。あー。ダメー。ダメ。大丈夫。これをクリミットたくさんの人が見て、あー、松江さんってすごいいい仕事してるなって思ってくれる。ね。みんな頑張ろう。みんな。なんて私だけ私はゲストではないですよ。ゲストなんだ。ゲストじゃない。食べて。また大きいハンバーグで。でも八代さんね、こうやってね、長いこと、やっぱり八代さんのことを陰でね、支えてくれる達也さんみたいな人がいるからね、八代さんもね、安心して、ね、現場をこなしていけるんですもんね。私好きだからね、八代さんもね。ね。一生懸命ですもんね、現場でもね。舞台でも、舞台の時なんか毎日ね、それ岡本とか持ってね、そう、こんな大きい顔、みんな有名ですもの、岡本で走ってたかな、コンサートでね、あれ劇場呼んだの、演出家のね、斉藤さんって人がいてね、その人が、おだちゃんこうステージがそう面白いって言われて出されたの、飾ってある駒劇場、いやいや、大阪だったと思う、大阪、大阪の梅コマ、魅力って何ですか、八代さんの魅力。ほら、うわ、ほら、ハートがいいね、もうね、ハートがいいね、他の人と違う。他の人っていろいろいますけど、それはもうあれですけどね、やっぱりね、ハート、誰に対してものハート同じ、もう分け隔てなくやってくれる、優しいですよね、優しい、誰にでも優しい、また泣くからそういうこと聞けばだからやっぱりこの涙っていうのはあれですよね、やっぱり今までの八代さんの優しさのね、回数がね、かなりいっぱい優しさを味わってる証ですよ。そうですね、ね、頑張ってるから。食べれない胸がいっぱい。達也さんが一番古いというか、昔から一番いる人が達也さん。一番古いかね、達也さんね。そもそもマネージャーだったんですか。誰？もうお付きで。その前はね、私面倒見る。おっかけのファンだ。え？そうなの？それからあの、はい、お付きにさせてもらいました。すごい。その当時、鑑真の子供を連れて、はい、もう金髪の女の子を連れて追っかけてたんですよ。はいはい。その家庭はもう子供だけ見てくれればいいからって言われたもんで、これも連れちゃうスケジュール全部見て、でしまいにはベンツに乗せて東京まで送ってくれました。へ、だからそういう心の優しい人ってなかなかいないですから。へ、もう電車大変だからって、ね、金髪の子供のね、赤ちゃん東京まで、茨城とここの近くから栃木と茨城と千葉は大体あると。へ、で一番前の
いつも一番前で見てました。へぇ、すごいなぁ。金髪の女子、抱いてるから目立つんですよ。うん、いいね、そう思うとね。本当長いね。ごちそうさまでした。美味しかったですか？美味しかったです。嬉しかった。ヤシロさんの愛情たっぷり、ね、入ってますね。たっぷりだからね、愛情がね、うん、元気でね、ばあさんと、うん、あのほら怪我とかしないようにしないとね、面倒に、みんなに面倒をかけないように頑張りたいと思います。ユスさんの面倒見なきゃならないから。ユスさんの面倒見なきゃならないから。そうそうそう。ね。うん、私の面倒かかるようになっちゃうかもしれませんけど。ね、まあ。これからね、人生100年の時代だからね。うん、ね、まだまだ頑張りたいの。まだまだ頑張ってもらわないと。ね。ヤシノさんにとって達也さんってどんな存在なんですか？そうですね、もう身内ですよね、身内ね。ずっともう46、もう50年近くにそばにいれば、何にはないですよね。うちも両親も亡くなったしね、お父さんも亡くなったし、達也さんの身内で送ってるから、頑張ってね、勇気しないように。私ももう両親いないから、ね、橋本家に、ね、八代亜紀さんのところに、ね、お世話になるしかありませんから。うん、そう、お墓まで一緒に入れるからね、達也さんね、って言ってんだよね。はい。ね、長生きして、これからもずっと八代さんをね、支えて、ね、できる限り長生きして頑張りたいと思いますね。ね、はい、よろしくね。いいですね、八代さんね、うん。素晴らしいスタッフというか、いいですよ、イメージがね。そう。安心だよ。ですよね。うん、こういう存在の人もいないと思いますよ。で、一緒に頑張る。まだまだね、いただかないと。ね、じゃあ最後に写真を撮ってもいいですか？うん、はい、じゃあ3人ちょっと一瞬だけ寄ってもらって。はい、一瞬だけ、瞬間ね。はい、まずこのカメラでいきます。このカメラで、ね、いきます。はい。3、2、1。